るか。あれもしかしてこっちの方がなんか合ってる説まである。この辺が合ってるか。もしかしてお死んだし、あー金減ってばっかだ。金使っちゃえばいいか。じゃあヘアショップだ。はい、倉庫だ、倉庫だ。はい、キャンディーショップ、課金しろ。あー消費者に、はいはいはい、ペリオンね、ペリオン、はいはい、ペリオン。うんうん金欠だな。これもらえると思うんだよな。レベル制限つら。コソドロニットデュオ、あ16にしろってか。さあさあ、こいつ村長だっけ、ちげえな。うん、こういうの壊していくしかないか。ゆっくりじっくり。これ持ってね俺。この辺のクエを片っ端からやっていこう。あ、もうあるじゃん。よし。で、はいはい。ギルド入れてくださいじゃないんです。お、キャンディー来たー。これ何？ね、キャンディーショップじゃなくて、カプセル？キャンディーショップ。キューブを買おう。キューブ。はい。はいはい、ガチャ、武器ガチャ。わあはは、うん、強そうなのばっかだな。500、500高い。パン、パンってなんすか。金、金、マジ。プレミアム100。あ、プレミアムなら引ける、プレミアムなら引ける。こんなん出しちゃっていいの、マジ。だってシピゲルマンのネックレスってモンカニじゃん。もうがっつりモンカニじゃん。これとかだってねえ、どうなのって思うけど。出現確率レジェンド 0.1%、 レア 1.8%。 頭おかしいんじゃねえかな。あ、バグってるし。はいはいはい、でも今現状の使い道わかんねえしな。デレポストーンはいらねえよな。ああ、上位強化の書が割といい感じの価格で買えるわけだ。プレミアム毎日100個のキャンディーが7日間送られます。キャンディー購入5000円とかね。ちょっとね、本当に現実見るの、現実を見せないでほしい。よし、誰なんでしょうね、ゴミかよ。レベル制限つら。こいつ何レベルお前。いや、アバターつけすぎじゃねえあいつ。そんなアバター出るもんな、こうで。いや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 、高いですよ。よし、ちょっと自動戦闘さしとこう。あ、この画面に合わないやつだが、すまんすまん、全然見てなかった。YouTube にもアップするからな、言うて。とりあえず16にしてでやっておきたいな。自動戦闘の精度割と良くて草生えんな、これ。
してる。ちょっと待って、ドロップしてるよ。待って待って、スピリットブレード危ねえ、危ないね。勝手にあれがマナが回復してるっぽい。そんな足はあったっけ。メインはダメだよ。よし、で次がえ、残り時間ってなんすか。まあいいや、ちょっと今はそういうことをする時じゃない。何5分以内、まあいいや、5分以内にこなせばいいんだろう。ダメージいて、マックスクいる？じゃあいた。結構危険な足技ってる気がするんだけど。よし、これでまた止まったぞ。よし、5分以内マン余裕すぎ。これさっき落ちたよね。24レベっておかしいだろう。なんでこればっか出てくるかね。はいはい、なんかもらってないですよね。スイカネックレスをプレゼント、なんかプレゼント。アイテムに空きがありません。ちょっといらんアイテムいるか、販売。これ俺のアイテムよな。全部、まあこれもいらんだろう。もうこれない。誕生日プレゼント知らんわってな。普通に開けるじゃん、普通に。そうか、これ金預けれたっけ。あー、
多分無理だな。インベントリー到着。これの部屋預けとくか。これなんだ、これなんだ。ソウルシューター用の武器。レベル制限90。そうじゃんね、これレベッカのメイプルリングってめっちゃ上のアイテムじゃん。それが、うん、そうだよな。これも貴族アイテムは倉庫に入れることはできます。今俺装備なんだ。これがザコやな。このなんとかと、これを武器を買いたいな。売ってるかな、装備商品。多分これそうだろう。これ多分そうだよな。ロークブレード。あれ俺、ちょっと待って、俺ミスった。あーミスったミスった、これはミスりましたわ。ちょっとまあ武器売ろう。これですよ、これ。捨て振りは正しいのか。あ、でも200で捨て振り制できるのか。割と余裕そう。商品の借り場あ、でもあ、いけそうな気がする。いや、無理だな。めっちゃ痛い。赤字でしょこれ。どう考えても赤字だよな、この借り場。こいつだったらいいんだけど。経験値43だろ言うて。え、こいついくつよ。痛い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 よ痛いよ痛い痛い痛い。ちょっと待って待って、48。うっそだ、それでこんな差出る。ミスってないか設定。で、こいつは43でしょ、こいつ。で、ツノキノコめっちゃ痛いもんな、こいつの攻撃。痛い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 。うん、あの、おとなしくここで狩りしてた方がいい気がするな、俺だけ。絶対ここでやった方がいいでしょ。楽だし。自動狩りいけるし。